はい、どうも、クソオチです。2週間が経ちました。とうとう、おいはぎに会いましたと。ということで、皆さんにね、毎回訴えておりますが、全く私の普段の行いには問題がなかったのですが、先ほど紹介したように、何のか全く助けに行きませんと。ということで、何かね、私の不意があったのか、そろそろちょっと思い悩んできたのですが、ちょっとね、思い当たんなくはないんですけどね、助けに来てくれないと困るんですよ。本当に2週間経ったんですよ、今。で、親はぎにもなってるわけなんですよ。もうちょっと今までトライしてこなかったんですけど、そろそろ自分で出して知ってみようかな、みたいな。意外と王子なんでパワーあるんですよ。葉っぱカッターとかできちゃうんですよ。草落ちなんで、葉っぱカッターとか、そういう系、草飛ばす系、はい、草切りチェーンソーって技があって、とにかく草をいっぱい出して、チェーンソーのこぎりのように、すぐ切れるみたいな、そんな、のがあるんですけど、はい、相手はまだ気づいてないみたいなんで、それはちょっとやってみようかなと思ってます。まだちょっと、なぜ、ちょっと皆さんにね、説明して、なぜここまで、みんな助けがあったとかというと、シンプルにですね、僕は大切にされてるのかっていうのを知りたかった、その面にありますね。ですが、2週間経ったので、なかなか2週間経ってもなかなか、仲間がね助けて、もう仲間じゃないかもしれない、あれは草だ、僕は草王子、あいつは草だな、そうかもしれない。でもね、やっぱりその草王子としてみんなに求められてるかどうかっていうのは大事にしてたんだけど、ダメだったんで、ちょっとね、まあ、みんなに当たるの良くないから、もう一回ちょっと気をつけようかなと思って、これから過ごしていきたいなと思います。ということで、次回は絶対に脱出しますので、必見です。ということで、はい、草王子でした。それではまた来週、 I see youユーピーサトデーパーツ3と、3です、はい、ということで、はい、始まりましたということで、今調べたらですね、僕、私、高橋と最近襟足をですね、伸ばしているわけなんですが、これについてですね、まあ、好きな人は好きと、そして、切ってほしい人は切ってほしいという意見がありました。で、今僕見ててですね、まあ、これあれなんですよ、実は。もう2、3年前から、伸ばしたいっつってて、襟足自体を。襟足をね、伸ばしたい、ウフにしたいってずっと美容師さんと話してて、で、やっとこの髪の毛できたんですよ。意外とね、ある意味、まあ、なんていうのかな、お芝居とかで、切るタイミングとかが、結構、ありがたいことにあったので、最近はね、伸ばしたりとか、ちょっと、してる、わけなんですけど、まあ自粛期間中もあったんで、そこで、伸ばしたりとかして、やっとウルフにできたんですよ。ねえ皆さん、ねえ、またちゃんとね、またなんかね、お芝居のお仕事とかいただけたら、きっとね、切ると思いますから、今だけは楽しませてくださいよ。ねえ皆さん、襟足なんですよ、僕。ねえ、襟足ちょっと伸ばしたかったんです。ねえ皆さん、キレキレなんて言わないで、ちょっと受け入れてください、この僕の襟足を。まだきっとね、お仕事いただいたら切ると思いますから、それまでちょっと、この襟足長い高橋優斗をちょっと楽しんでくださいね。これはお願いです、はい、って感じですね。大将もなんか最近リーゼントで、あれですよね、ドラマで真夏の少年でリーゼントだから、あれ、あいつ地毛でやってるっつってましたからね、あれ、ね、めっちゃ伸ばしてますから、あいつなんか、あいつ肩ぐらいまで伸ばすとか言ってましたよ確か。僕そこまで伸ばす気はないんですけど。まあまあ、ちょっと、この期間はちょっと皆さん、僕の襟足、長い期間をちょっと楽しんでいただければなと思います。ということで、以上、俺でした。あ、違う。以上、ユピーサタデーでした。はい。
こんにちは、ハイハイジェッツのイカリです。今日は ASMR 動画に挑戦したいと思います。いきますよ。それでは、イガリソーヤでした。待ってる。どうも、こんにちは、ハイハイジェッツ橋本涼です。イエーイ、元気ですか。よいしょ。今日はね、まあね、結構今たびたびボンボン上がってるんだろうけど、今日もトレーニングシリーズでーす。この格好見たらわかると思うけど、この格好はね、ちょっと夏仕様でね、腕が涼しいんですよ。まあ、でに今日やろうとしてるトレーニングは、お腹。やっぱね、みんなお腹気になるよね、やっぱり。なんで、まあ、こういう椅子みたいなのがあったらできるやつをやっていきたいと思います。やり方はね、超簡単、もう誰でもできる、マジで。イガリでもやる気があればできる。ここをこう持って上に上げる、下に下げる、上に上げる、下に下げる。これをまあ腹筋だったら、まあ女の子かどうかわかんないけど、これを見てくれてる男の人がいたら俺と一緒に、20回を3セットやりましょう。まあ、女性の方はどうしようか。まあ優しく10って言いたいところだけど、俺意外と厳しいから15いこう。うん、よし、それでは行ってみよう。これはトレーニングになるぞ、本当に。はあ、まあ、みんななまっちゃうからね、体。トレーニングした方がいいよ。さて、あと2セットいってみようか。それじゃあ、第2セットいってみよう。マジ、見たからにはやろうね、一緒にトレーニング。一緒にトレーニングってのが楽しくない？よし、やるか。休憩。ラスト1セット行ってみよう。終わりです。最後のねセットは、腰を上げてたんですけど、あれやると多分2倍ぐらいきついから、多分最初10回ぐらいでいいと思うんですよね。筋肉痛で動けなくなっちゃうから。だからぜひ
みんなサマパラに向けて一緒にねトレーニングしようね。以上、大変実でした。またねー、バイバイ。さて皆さん、こんにちは。私は誰でしょうか。寝る前ですね。さあ皆さん、わかるかな。皆さん、わかりましたでしょうか。ハイハイジェッツの橋本亮です。よろしく。ああ、いい苔だ。自然よりも人工の方がいいんだよね。君はどうしてこんなにも浅く広く生えているんだい。僕には到底理解できないよ。またこうして今日も君と一緒にいられること、本当に嬉しく思うよ。皆様、あのね、佐久間家には加湿器があるんですね。でその加湿器ちょっと特殊な形してて、でその加湿器のなんていうの、その煙が出るところの棒取れるんだよね。これちゃんと鉄のパイプなんだよね。そう、本当にほらこういう感じでさ、ここほら穴開いてるでしょ。でこっち差し込むんね。でこういうさやつがあるんだけど、これ剣道じゃねえ、素振りをよくしてるってさ雑誌とかに書いてあると思うんだよね。そう、実際にこれでやったりとか、あと下にあのあるってちゃんとしたやつがね。でもさ、これって加湿器にこうやってぶつかってもさ、わかんなくない？いいよね、これね。あ、防災そこ来ちゃった。あ、雷に気をつけろだって。うん、そうだよね、今雷すごいもん。じゃあね、今日はちょっとそんな素振りを見せてあげたいと思います。これあれだよ、あの初公開で、これ史上初公開、これ貴重だよ。じゃあ行きますか。まずはね、構えね、これ自己流だからね、全然やり方がわかんないけど自己流やってくれ。行くよ。どうも。あの今ね、あのもうほら見てわかる通り、あのめっちゃため撮りしてるんだけど、もうそろそろやることなくなってきてるんだよね。まだ6本目とかなんだけど、ちょっとね悩んだ挙句、今雷めちゃめちゃ鳴ってるから、雷に合わせてちょっとあの踊ってみるわ。ちょっと雷待つから待ってて。どうもこんにちは、井上瑞希です。近況は、このズボンを最近買いました。なんか雑誌で買ったんですけども、あれですね、なんかその一点物らしいです。古いでついつい買ってしまいました。以上です。